皆さん、こんにちは。X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は久々、素顔で出させていただきまして、鬱陶しい顔で、失礼させていただいております。本年も、X ヨッシーチャンネル、バイクチャンネル、並びに、X ヨッシーのライフチャンネル、家事家庭栽培、そして、息子と出会っております、鉄道チャンネル、3チャンネル、育てていただきまして、本当に誠にありがとうございました。おかげさまですね、3チャンネル合計しましたら、他の YouTuber さんもっと優秀な方いらっしゃると思うんですけども、なんとか5000名様を頂戴いたしましたんで、それは本当に熱く思うんで申し上げたいと思います。はい。これからですね、バイクチャンネルの方は、私ももうかなり年でございますので、他の皆さんのように、休日、で、ツーリングね、その都度行ったりとか、林道を駆け巡るということはできませんので、バイクのことも好きで、来年あたりは、エストレアも乗ってきましたけども、もうそろそろね、老朽化もしてますから、買い替えをしたいな、そんな高価でもね、買いませんけども、買い替えしたいなと思ったりとかしておりますし、また付属して、ピアノの方もね、方もね、見ていただいている方もいらっしゃるようなんで、ちょっと練習を上げて上手くなって、そこそこ皆さんね、聞いていただけるようになれば、と思っております。はい。家事家庭栽培の方のチャンネルにつきましては、おかげさんで一番登録者さんも頂戴いたしておりますけども、そうですね、来年もかなり種類はいっぱいなんで、ここ何年間育ててきた果樹のですね、データ整理をちょっとして、より一層、といいますか、詳しい情報をお届けできるようにしたいと思います。また、来年は、かなり今年出版したものもきちんと準備を整えまして、できると思いますので、それをね、皆さんまたご案内して、情報を共有したいというふうに思っております。鉄道チャンネルの方は、これはマニアックで、細々やってきて、過去のことなんで、今の技術のことは、ちょっともしかしたらわからないのっていうのもあるかわかりませんから、ちょっとそれはね、偉そうなこと言えないんですけども、そもそも思い出しながら、資料を整理しながらやっていきたいと思っております。はい。今年も本当に X のヨッシーチャンネル、ありがとうございました。また来年も皆さんと、一緒に考えて、一緒に楽しんでやっていきたいと思います。はい、それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。